いよいよカタールワールドカップが来月に迫っているぜ。日本代表はドイツ、コスタリカ、スペインと厳しい戦いが続くけど頑張ってほしいわ。今回は、かなりきついグループに入ってしまったな。日本がグループリーグを突破するにはどうしたらいいのかしら？そうだな。今日は、そんな日本代表の得点力のキーマンになる選手を紹介するぜ。お、誰のことかしら？その選手はかつて兵庫が生んだ天才サッカー少年と呼ばれ、世代ナンバーワンの呼び声も高い堂安律選手だぜ。堂安選手ね、若くして日本代表入りしてからは代表でもゴールを量産して、今、最も油の乗っている選手の一人だよね。そうだな。得点力に悩まされる日本代表には欠かせない存在だぜ。どんな風に育ってきたのか、早く聞きたいわね。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。堂安律は兵庫県の尼崎生まれなんだぜ。三人兄弟の末っ子で8歳上にマロ3歳上に元サッカー選手の優がいるよ。じゃあお兄ちゃんたちの影響でサッカーと出会ったのかしら？まさにその通りだぜ。堂安がサッカーに興味を持ったのは3歳の時。二人の兄が通っていた浦風 FC というサッカーチームの練習についていき、そこで初めてボールに触れたんだぜ。その後は驚異的な運動センスを活かしてすぐに上達していったんだぜ。家族の影響って大きいよね。地元でブイブイ言わせていた堂安は9歳の時にそれまで通っていた浦風 FC よりもレベルの高いところでサッカーをしたいと思って、セレッソ大阪アカデミーのテストを受けたんだぜ。もちろん余裕の合格だよね。いやこの時は残念ながら不合格になっているぜ。え？なんで？何か闇の力でも働いたのかしら？単純に実力的なものだと思うぜ。この時はまだ小学生だから実力も測りきれなかっただろうしな。ただ、ここで初めて挫折を味わった堂安はこう考えたんだ。今後セレッソ大阪が自分を誘ってきても断れるような実力をつけようってな。相当な負けず嫌いだったのね。普段はどこにでもいる男の子だけど、サッカーになると人が変わるタイプなんだぜ。練習試合で負けると泣いて悔しがって、その日できなかったことを夜遅くまで、ひたすら練習し続けたなんてエピソードもあるよ。その積み重ねで日本代表になれたのね。才能にうぬぼれず、努力したのはすごいよな。話を小学生時代に戻そうか。セレッソのアカデミーに落ちた堂安は強豪の西宮 SS へ入団。自分を成長させるために環境を変えたのね。実はこの時西宮 SS では3年生のチームで主力が相次いで退団してしまい、指導者も頭を悩ませていたんだ。そこに彗星のごとく現れたのが堂安だったんだぜ。なんだかかっこいいね。そうなんだ。堂安は入団してすぐに参加した大会で、その圧倒的なセンスを見せつけ MVP と得点王を同時受賞してみせたんだぜ。へえ、移籍してすぐに活躍するなんてとんでもないわね。その後も堂安は関西のチームが集うフジパンカップでも優勝、関西ナンバーワンのプレイヤーとして有名になったんだぜ。落ちた悔しさが成長のきっかけになったのね。中学校はどこでプレイしたのかしら？有名になった堂安の元には様々なチームからのオファーが殺到。その中にはかつて自分が落とされたセレッソもあったんだけど、もちろん断って、ガンバ大阪のジュニアユースへと入団を決めたんだ。そこでもすぐにエースになったのかしら？いや、むしろ初めはそれほど目立たない存在だったんだぜ。でも負けず嫌いの性格からかめきめきと上達したんだ。周りが上手いから自分自身も育ったのね。その頃のガンバ大阪ジュニアユースは1個上に、アンダー15、年代全国3冠を達成した世代もいてとにかくレベルが高かった。そんな中、堂安は先輩たちに揉まれながら日々成長していったんだぜ。そのまま高校でもガンバ大阪のユースに所属していたんだけど、高校2年生の時にトップチームに登録されて、クラブ史上最年少で J リーグデビューを飾ったんだ。高校生にしてプロたちと試合をしていたんだね。高校3年時には J3 での活躍が認められて、オランダの名門 PSV アイントホーフェンから、正式オファーを受けるも断ってガンバに残留。また、AFC アンダー19選手権では主力としてチームを引っ張って、日本の初優勝に貢献、自身も優秀選手に選出されたんだぜ。関西の天才から日本の天才になったのね。そしてアンダー20ワールドカップでも4試合で3得点を挙げたことも評価され、アジア年間最優秀ユース選手賞を獲得したんだぜ。日本の天才からアジアの天才へ変わったのね。まさにサッカー界のエリート街道を突き進んできたんだね。その翌年の2017年、19歳になった堂安律はまたしても大きな決断をするんだ。何かあったの？ヨーロッパサッカーへ挑戦することを決めたんだぜ。19歳の若さでそんなことを決められるってすごい覚悟だよね。どこのチームに行ったの？移籍先はオランダの1部リーグフローニンゲンだよ。フローニンゲン？黙れ。そこでは活躍できたのかな？もちろんだぜ。1年目から9得点4アシストで存在感を示すと、サポーターが選ぶ年間最優秀選手に輝いたんだ。日本人選手が海外リーグで評価されると嬉しいわね。2019年には昔断っていたオランダの強豪 PSV へと活躍の場を移し、そこから期限付きでブンデスリーガのビーレフェルトに、現在はブンデスリーガの SC フライブルクに所属しているぜ。2017年から海外にいるならヨーロッパでの生活も結構長いんだね。
日本代表になったのはいつからなの？アンダーカテゴリーでは常に日本代表で、昨年は東京オリンピックにも出場したぜ。さすが世代のトップをひた走るだけあるね。フル代表に選ばれたのは2018年のキリンチャレンジカップからで、コスタリカ戦では A 代表初出場を果たしたぜ。え？この時まだ20歳だったの？信じられないわ。2019年からは主力として代表でもポジションを獲得しているからな。東京オリンピックではたくさんの有望選手がいる中10番を背負っているのね。期待されているのが伺えるな。今後もどんな活躍をしてくれるのか楽しみだわ。今回の動画はどうだったかな？常に上を目指して戦ってきた堂安選手、かっこよかったわね。堂安選手は日本史上最高のサッカー選手になることが目標だからな。まだまだ夢の途中なんだね。応援したくなっちゃう。そうだね。ワールドカップでも堂安選手の強烈なシュートに期待しようぜ。日本代表選手に詳しくなってきたから、ますますワールドカップが楽しみになってきたわ。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次は誰かしら？次はみんな大好き半端ねえ人についての紹介だぜ。あら？それは楽しみだわ。それじゃあ皆さん、さようなら。